はい、皆さんこんにちは。はい、困った時の、世界の困った時のね、話企画当番ですね。まあ、この時間帯っていうのは正論バーっていうのが裏であって、何の話をしてるのかってことがすごく困ってるんですけど、まあそれはいいでしょう。で、今回からね、やっぱりシリーズやってたのが、エジプトの話をしましたよね。うん、そうそう、中国の話、中国のガキ、お土産物売り。もう中国はね、もう今までね、もう韓国もそうだけど、本当に困ったものが与えられてるなその手口もそう、今違うかもしれませんよ、中国経済成長してるから、うん、だけどね、本当にね、中国、香港もそう、どこもそうなんだけど、お土産物を売る子には気をつけてください。はい、その、ね、手口を皆さんご紹介しますね、はい、どんなところでも中国は心配なんで怖いですよ。買い物にするときは本物を買うとどうなるか、偽物ばっかりですけど本物も売ってますね。はい、そういうことで行ってみたいと思います。世界の国で困った話、今日は中国です。香港も含めてやってます。それでは行ってみましょう。でもやっぱ中国で買い物するとき、うん、クレジットカード使っちゃいけないって言うよね。あ、もう今でも電子マネーしか使わないっていうふうに言ってて、うん、もう現金を、ね、流通しないんだって。というのは理由簡単で、うん、現金の方が偽札が多いでしょ。あ、そういうことか。だから電子マネーだって言うんだよね。だからどういうふうにね、だから中国のそういう電子マネーがあってそれ持ってないとすごい困る。だから文在寅がなんかファーストフードに入った時にお金がないんでやってもらったっていう有名な話なんで、うん、まあね、文在寅ね、うん、まあそんな話があります。でね、まず気をつけなきゃいけないのは、香港なんかでお財布をいっぱい持ってきて買ってくれ買ってくれっていうの、うん、で1000円1000円ってのがいたんだよね昔ね。これで1000円ってね、10個持ってくるんですよ。全部偽物とかどうだと。いや、もうだからね、じゃ関係ないんだよ、お財布なの、本当ね、手作りのお財布。あ、うん、じゃあお土産物はいいなと思ってさ、もう1000円かって言ってると、もっとあげるって言ってね、どん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 つけてくる。これでね、数えたら30何個になったんだよ。で、袋に入れて、じゃあ1000円買うよね、うん、で最初は20個1000円だったのかな、うん、で30何個になったので積んでいくでしょ。じゃあいいよやって買うでしょ。じゃああと数えたら20個しかない。ね、ちっちゃい子供が袋に詰めてるやつを下から抜いていくの。何それ、すごいよ、あの手口。うん、いや、それでね、小敷みたいだったけどいい服着てんだよ結構、香港なんかね、うんうん、で中国もね、これがすごいんだ。これはね、すごい手口だと思った。まあ大体偽物じゃない、うん、ね。それで翡翠でできてますって言って売って、南玉っつってさ、柔らかいね、あれで作ってるものもいっぱいあるわけ、うん、でそういうのがいいんだ。というか財布が良ければいいじゃん別に、うん、ね。ところが本物の書家なんかで、中国の100年以上経ってる書家なんか買うでしょ。本当にそんなの立ってんだよ、うん、本物、うん、これはもう鑑定が見ても本物で、持って帰ろうとすると空港で没収される。あ、そうなん、うん、中国の。だから買った人たちの情報、個人情報、パスポートとか全部控えてて、帰国情報も全部調べておいて、後で没収するようになってる、わざと売って。それ、だから法律で100年以上のやつ持ってっちゃいけない。グルだよ、政府と、うん、だから本物を買っても偽物を買っても困るのが中国だっていうことね。今どうなんだろうね、うん、だから俺なんかはほら三国志物がすごく好きだったから、三国志物を買いたいんだけど買えないんで、そういうのがあるから分かってたから。そうか、うん、だから持ち帰っても困るよ、うまく分かんないように、うんうんね、だからやり方としてあったのはね、偽物を逆に買っておいて別に、うんね、本物は別にしまっておいて、うん、あ、これだなっつってやって、うん、偽物を持って帰れて本物だけ持って帰るっていうのもあったんだ、ね、なるほど、それで賢いね、うん、だから安いんだよとにかく、うん、比較的ね、やっぱり100年経ってる商談って大変なもんだから、うん、他の人に預けるわけいかないんだよね。いやー、それだもうとにかく全部調べてくるからね、うん、空港から送る、あ、空港じゃないよ、どっか町の郵便局から送る中国の町の郵便局から送る自信ある。そうか、絶対ないよね、うん、だから僕らが知ってる限りお土産ってことに関してまともに値段を、ね、つけて買えるってところって日本ぐらいしかないんだよね、うんうん、アメリカも比較的、あ、まあ、もちろんね。だから要するに先進諸国と言われてるアメリカとか日本は大丈夫だけど、うん、まあ、中国とかはさ、とにかくいかに物を売らないで金だけ取ろうかっていう気持ちがすごかったから、うんうん、でもよくさ、私たちの仲良い友達でよくコピー買ってすごい、今回は 本物に近いとか、ね、ああ、そうそうそう、要するにコピーを高く買わされただけなんだけどって言ったよね、うん、今度のヴィトンは本物に近い、なんだっけ、なんだっけ、うん、だからね、俺もね、随分ね、中国のものね、持ってんだけど、そういうね、うん、偽物みたいな持ってんだけど、本当にすごいのはブランド名も全部似てるってやつ、うん、一緒ってのと似てるってのがあるんだよ。要するに完全なコピーだと、例えばルイ・ヴィトンとか書いてあったりとかね、うん、それとかさ、そうだな、例えばロレックスとか書いてあるんじゃない、うんうん、だからそういう偽物もあるわけでもね、このね、完全な偽物ってのはね、韓国製品のが多いんだよ、うん、それで中国はっていうと似てるの。バイスクルだったらさ、バイスキーとかね、あとスクニーとかね、そうそう、ソニーじゃなくてスクニーね、うん、でスクニーってのは、よく電池が売ってるんだけど、100円ショップなんかで、うん、アメリカで売ってるんだけど、まあとにかく電池の持ちの悪さったらもう尋常じゃないよね。白いの吹いてくるのね、うん、そうで、ソニーっていうふうに書いてるの見るとスクーニーなんだよね、あれもすごいね、
旧なのね、旧、最近買ったやつだね、あれだ、G-SHOCK にその G-SHOCK とかいうやつ、うん、そんなのがあったね。これはあのスパイカメラなんだけど、うん、あのカシオの G-SHOCK、 すごいよね、文字ったコピーが多いね。そう、もう本当ね、昔いっぱいなかったな、あの偽物のね、面白いの、うん、だからそのダブル、あの、なんだろうな、ダブルでおかしいんだよ、あの、うん、本物そっくりな偽物と、あの要するに本物に似せている似た名前の、うんうん、あのダイヒルっていうね、ライターのメーカーがあったのね、うん、あのスーツなんかもやってるけど、ダイヒルを買ったんだ俺。そしたらバンヒルって書いてあった。バンヒル、そう、こんなのね、面白い話みんないっぱいあるよね。たのが多いな、うん、だからすごく面白いのは、その偽物のブランド見分けるときに、中国ブランドってのはそういうようなのね。プラダがパンダになってたよね。そう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 、本当、確かにパンダは向こうのブランドかもしれないねっていう感じだけどね。まあね、うん、で性能はどうかっていうと、なんだろうね、とりあえず今のコピーっていうのはまともに動くことだけは動くんだよ、うんうん、だから動いたらいいのかってことになっちゃうと何とも言えないんだけどね。でもさ、例えばバンヒルなんて、あのコピー商品としてさ、取り締まれないじゃん。バンヒルじゃないんだから。まあそうね、スクーニーもそうでしょ、これオリジナルだって言われたらね、うん、だからそこら辺もすごいね、うん、あの偽物のなんか腐ったミッキーマウスみたいなのもいっぱいいるし、うん、すごいよね、あれもね、あの鼻がとんがりすぎててさ、うん、なんか酸っぱいのね、顔が。そうで、あの髪の毛なのね、うん、なんか耳じゃないの、三つ編みの、うわー、三つ編みしてるとかさ、うん、すごいんだ、ああいうのね、うん、あとまつげの長いさ、あの、うん、なんだっけ、あのキリちゃんがさ、うん、すごいピカチュウのまつげの長いやつがすごいだよ。あ、うん、すごいね。もうあのね、コピーじゃないんだよね。なんかすっごく似てるんだよね、うん、韓国の完全コピーと違うところなんで、そこら辺が面白いんだな、うん、まあでも中国行ったらね、そういうの見るのも楽しくて、うん、香港なんかのそういうさ、香港もそうだし、中国の屋台なんかに行ってるもの、うん、売ってるものってのは実にそういうものが多くて面白い。すごいよね。あと商店街にさ、ミッキーの格好した人が、うん、着ぐるみの人いるんだけど、顔だけ着ぐるみで、なんか服は普通のやたら背が高い男なんでね、シャツと普通のズボンで、なんか、うん、あとさ、マクドナルドでミッキーやらないでくれって言いたいよね、うん、要するにあれはマックのね、あれがいればいいのに、なぜかミッキー、なぜかミッキー、どこにでもいるという、うん、だからまあね、あの世界でさ、そういうコピーとかそういうものとかね、あの子供被害とかいっぱいあるんだけど、やっぱ中国はもう元祖ですね、うん、すごいね、うん、あと歩いてる時にひったくりのさ、この、うん、あ、もうそうそう、だからね、一つ言っておくとね、中国とか他の国行った時に子供がね、あの泣きついてきてさ、お金って言っても絶対相手しちゃいけない、そうだね、子供に金やっちゃいけない、うん、後ろ全部ついてるから。これはまあ別の国の話、うん、イタリアの子供なんてのマフィア全部後ろついてるから、うん、だからイタリアの子供がコーラ売りに来たりなんかする、これイタリアの話、まあ、しちゃってもいいのかな、うんうん、そうでしょ。でコーラ買うと、あの例えば金5000円だって、いくらだって100ドルだって、ふざけんじゃないって言うと、あのチンピラの16歳ぐらいの子供たちが出て、16歳チンピラぐらい の、 あの子供出てきてさ、トタン板かなんかでみんなでさ囲んでさ、あの財布取ったりするんだよ、でそいつら蹴散らしちゃうと今度マフィアが出てくるで、警察以外に行くでしょ。そうすると警察とマフィアつるんでるから、うん、だからもう仕方がない。じゃあコーラ 100ドルで買うの。いや100ドルだけじゃない、財布ごと持ってかれちゃうんだけど、まあ、それで済んだからよかったと思えとか ね、だからやっぱりさ、あの日本っていかに治安がいいかってことだよ ね、うん、でアメリカってさ、さすがすごいのはさ、なんか犯罪者がいると、うん、ね、下手してやるとさ、あの癒着してるやつもいるだろうけど、撃ち殺してくれるじゃん、うん、だからね、世界ってね、そんなに平和に考えちゃいけないってことをみんな思ってほしいんでね、うん、あの平和主義平和主義って言ってます。だけど世界は全然そんなこと考えてません。特に中国を考える限りは、あのカモですからね、カモがネギショって言うと、そんなの当たり前、うん、でも日本人は本当にお天天だから、憲法9条なんて言ってる国じゃない、うん、だからそうなっちゃうんだよね、これがね、持ってくれるわけないのにね、うん、本当だから憲法9条を日本が守るんじゃなくて、世界の国に守ってもらわなきゃいけないんだよ、うん、そうだったらいいんだよね、うん、そうね、うん、日本だけで言ってたってしょうがないよね。そう、原発がどうだとかね、核がどうだとか、 F-35B がなんだとか言ってるけど、うん、そんなもんだね、日本じゃなくて他の国に言ってくださいだよね、うん、まあそれはね、俺強く言いたいです、もういつも思ってることだけどね、うん、まあ、 あのいろんな話しましたけど、あの中国行った時に子供に気をつけてください。今も昔もそこは変わんないから、低賃金労働者とか金のない人間たちは人から取ること盗むことが当たり前、油断ならないから、うん、本当ね、小敷から盗むんだよ。頭下げてて、お金があるじゃない、入ってるんじゃない、で要するにさ、あのお茶碗の中にお金が入ってるところから、ね、例えば目の不自由な人とか、そういうところをさ蹴飛ばしてお金盗んでいくんだよ。これが中国です。これはね、本当にそう思います。やることが、うん、だからそれをね、ある人間にマークリーとかに聞いた時に、そういうもんだ、それは当然だろって、うん、当然かよ、お前中核派かみたいな言い方になっちゃうね。要するに弱いものが取られてくるのは当然なんだよ。13億人がそうなんだって言われたらどうしようもないですねってことで、アメリカ日本はいいですね、はい、ということで困った話をしました。まあ、他にもね、まだね、子供シリーズのこと話したいんですけど、次回はイタリアやろうかな、それとも韓国やろうかなってことで、また来週ですね。
ね。はい、どうもありがとうございました。さようならです。この番組はあなたの街のエンターテインメント、ウィザードインがお送りしました。